こんにちは、です。寝心地を良くしてくれるコットですが買うかどうかかどで迷っている人もいますよね。最近僕にはコットは必要ないかなと思ってますのでその理由を紹介します。今回は設営撤収についてレイアウトについて買った方がいい人についてまとめてみましたので最後まで見ていってください。 まずは設営撤収についてですが正直組み立て片付けが面倒ですテントを立ててタープを立てて早くお酒を飲みたいと思ってるのにまだ作業が残っていると思うと嫌じゃないですか最近僕はバックパックでキャンプをしたりバイクに乗ったりとどちらかというと軽量化を目指しているところもありますのでコットを使いづらくなったということもありますファミキャンでは荷物がたくさんあるということもあって最近ではほとんど使わなくなりました僕みたいに面倒くさがりな人には向いてないかもしれませんね 次にレイアウトについてですがソロ用のテントで使うと当然ですがテントの中が狭くなりますコットの高さの分天井も近くなりますし結露したテントにも触りやすくなります特にワンポールテントの場合はポールが邪魔に感じてコットへの乗り降りがしづらいですこれは僕だけかもしれませんがコットを使わずに地べたで寝た時の方が広々と感じます 寝袋に入っているので、大の字になれるわけではないんですが、開放感がありますね。寝ながらゴロゴロしたい人には、コットはない方が楽かもしれませんね。最後は、コットを買った方がいい人についてですが、とにかく今よりも寝心地を良くしたいと思っている人には、コットはおすすめです。地面の状態に影響されないので、大きい石がたくさんある場所でも気にせずに寝ることができます。 雨の日にタープ泊をしようと思っている人にもおすすめです万が一自分が寝るスペースに雨が流れ込んできても寝袋が濡れる心配がないので安心ですねこれは万が一テントの中に浸水してきた時のことについても言えると思います僕は最近コットは使いませんがその日の天候やキャンプをする場所によっては使うこともあるので一つ持っておくと安心かなとは思っていますおすすめるコットの詳細については概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらもチェックしてみてくださいでは最後までご視聴いただきありがとうございました